アメリカ帝国、アメリカ帝国、アメリカ帝国とは、アメリカ合衆国の政治的、経済的、軍事的、文化的な影響力を指す用語。またアメリカ合衆国が事実上、または比喩的に帝国、または帝国主義であるとなす立場からも使用されている。日本語の略称は米帝。アメリカ帝国の概念が最初に普及したのは、百九十八年の、 米西戦争と続くフィリピンの併合、米非戦争からである。アメリカ帝国主義という言葉は、帝国主義を肯定的に捉えるアメリカ新世紀ロジェクトなどのアメリカ合衆国の新保守主義者、植民地主義に反対し、独立を支持するアメリカ国内や国外の勢力、あるいは社会主義や共産主義などの立場などから使用されている。帝国とは本来は、複数の より小さな国や民族などを含めた広大な領域を統治する国家のことで、帝政つまり、元首が皇帝、君主であるとは限らない。古代ローマ帝国も、初期においては、必ずしも皇帝位は世襲であるとは限らず、各地の軍友が皇帝として乱立、もしくは帝位を戦勝していた、軍人皇帝時代であっても、帝国の体制は過労時維持されている。 1898年の米西戦争では、アメリカ合衆国は、フィリピングアムプエルトリコを獲得し、キューバを保護領とした。戦争前には、スペインの劣悪な原住民支配を批判し、世論も戦争に賛成したが、獲得後は逆に各国の独立運動を弾圧した。キューバは事実上、アメリカ合衆国の支配下に置かれた。 1898年から1900年までのアメリカ合衆国大統領選挙ではアメリカ合衆国は進歩の時代を掲げてフィリピンを領有してヨーロッパの列強と同様に植民地主義を進めるべきとの帝国主義者とアメリカ合衆国憲法の歌う共和制の価値を重視して各国の独立を支持してアメリカは他国への干渉を控えるべきとの 反帝国主義者の間で、いわゆる帝国主義論争が発生した。帝国主義者の側が勝利して、共和党のウィリアム・マッキンリーが大統領となり、併合を進めた。続く、米非戦争では、マーク・トウェインやアンドリュー・カーネギーに代表される、アメリカ反帝国主義連盟などが、植民地主義に反対し、各国の独立運動に賛成する立場から、フィリピンの併合に反対した。 1917年にはヨーロッパでウラジーミル・レーニンの帝国主義論が出版され、後のマルクス・レーニン主義を支持した各国の共産党や、その支持者は社会主義や共産主義の立場からアメリカ帝国主義とのレッテルを貼った。18世紀にはスペイン、ポルトガル、オランダ、イギリス、フランスなど歴代のヨーロッパ列強が帝国主義的拡張や植民地主義を行っていた。 アメリカ合衆国は1776年に独立したが、18世紀前半はマニフェストでスキニー的な地続きの領土拡張を行っていた。また、イギリスからの独立を掲げて果たしたこともあり、植民地主義には反対し、独立に賛成する世論が強かった。1846年からの米国戦争などで、現在の合衆国本土域が確定した後に、 中央アメリカへの干渉を本格化し、1909年からのニカラグア干渉では政府を転覆させ占領を行った。1898年の米西戦争とパリ条約により、スペイン帝国は西インド諸島と太平洋におけるほとんどの植民地をアメリカへ割譲し、アメリカ合衆国による植民地獲得競争への参加が本格化した。以下赤去 または、現在において、アメリカ合衆国領、及び保護国、事実上、憲法上の双方であった地域である。上記のほか、西アフリカのリベリアは、アメリカ合衆国からアフリカへの解放黒人奴隷の、総監と植民による、リベリア植民地が母体となり建国され、1847年の独立では、アメリカ合衆国憲法を基本した憲法を制定したが、 アメリカ合衆国から植民したアメリコライベリアンが原住民に圧政を敷いた。冷戦がソ連崩壊で終結した後はアメリカ合衆国が唯一の超大国となった。民衆により独裁体制が打ち倒された後の独裁者は、新米であればアメリカの庇護を受けることができたが、イスラム原理主義、共産主義など、反米の場合はそのまま放逐され、 また処刑されるものもあった。第二次世界大戦終結後も以下の事件の際にアメリカ合衆国を批判する立場からアメリカ帝国主義の言葉が使用された。フィデル・カストロとチェゲバラはキューバ革命当初は反米を掲げていなかったがピックスワン受験以降はアメリカ帝国主義との戦いを主張した。2000年代よりベネズエラのウゴ・チャベスは 折に触れてアメリカの帝国主義的政策に対する批判を繰り返しラテンアメリカカリブ諸国共同体の結成を主導した。経済では新自由主義を推進し特にイラク戦争ではネオコンの主張もあり外交でも国際協調主義から単独行動主義に重点を移したため肯定的な立場からも否定的な立場からもアメリカ帝国の表現の使用が 再び図を犯した。アメリカ新世紀プロジェクト、ナックは、アメリカの愛国主義や国益の立場から、ナックの原則、ナック・エス・プリンジプルズの中で一家のように記している。アメリカ帝国、アメリカアンピールの著者で、元陸軍大佐のアンドリュー・ベースビッチ・ボストン大学、教授は、冷戦終結後に、アメリカが帝国のように行動し始めている、と述べた。 ノーム・チョムスキーは世界中のすべての国家の間のバランス、均等、相互の尊敬及び調和を維持するために超大国単独支配の考え方を拒絶すべきと主張した。チャルマーズ・ジョンソンは著作アメリカ帝国への報復で東アジアでのアメリカ合衆国の帝国主義的政策は報復を受けて失敗すると主張した。中央情報局で テロ対策を担当したマイケル・ショアーは退職後の2004年に帝国の傲慢を出版し当初は異端視されていたウサーマ・ビン・ラーディンのアルカイダがジョージ・ダブル・ブッシュ政権の傲慢と無知によって共感を広げテロを招いていると批判した日本共産党は2004年改定の考慮で今アメリカ帝国主義は世界の平和と安全諸国民の主権と独立にとって 最大の脅威となっている。と述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。